新事実、漢の時代の市場はヤンキーのたまり場だった。絶滅ヤンキーの兄ちゃんの歌という嘉門達夫の曲ではありませんが、ヤンキーはコンビニの前でうんこ座りとか繁華街で食べるとか、そういうイメージが浮かんできますよね。しかしヤンキーの皆さんが繁華街で食べるのは最近のことではなく、すでに漢の時代には繁華街でヤンキーは食べっていたのです。治安が悪い無法地帯市場、前漢時代の長安にはすでに9を数える市場が設けられていました。地方都市でも9までは行かなくても東西2つの市場はあります。ただ現在と違い、市場は城壁に覆われ、一門で下界と隔離されていました。この城壁を関と呼び、関を乗り越えた者や塀に穴を開けた者には杖70を加えるという厳しい規定が統立祖義という書物にあります。市場の中央には城と呼ばれる5層の建物があり、そこに役人が詰めて商売上のトラブルや犯罪の類を取り締まっていました。店は列市と呼ばれ、整然と区画整理され、飲食店、金物屋、葬儀屋、酒屋、八百屋、肉屋、魚屋というように1区画ごとに分かれ、品物には値札が必ずかけられるなど細かい決まりがありました。しかしにもかかわらず、市場の治安は悪いものでした。それはどうしてなのでしょうか。五漢時代の判子の詩に登場する任侠の都、その理由は五漢時代の歴史家判子の詩の中に登場します。少し長いですが引用しますと、これは長安の旧市の繁栄を表したものですが、最後の3行は市場にうようよしていたヤクザ、任侠の都を描写しています。侠局の豪挙、つまり豪族の支配下にある私有民で度胸がある人間や、遊興の遊、天下に名を知られた無頼者が、心意気は戦国時代の長の平原君や清の猛将君を慕い、名声は新良君や春申君に次いで市場で交友を重ね、我が物顔で振る舞っているという意味です。このような反社会的な人々の下には、悪少年や軽薄少年と書かれたいわゆるヤンキーも任侠予備軍として下部組織に組み込まれていました。そのあたりも今とあまり変わらないようです。これでは市場が安全な場所になることは期待できません。窃盗、殺人、強盗、詐欺、恐喝、様々な犯罪が市場では起きていました。貴族官僚も頭を下げた任侠の大ボス鵜匠、城の役人はこのような任侠を取り締まり、市場を安全にする義務がありましたが、一部の熱心な役人を除けば多少のトラブルは見て見ぬふりをするのが一般的な風潮でした。そして市場のトラブルメーカーである任侠たちは、その底なしの度胸ゆえにヒットマンとして王侯貴族に腕を買われ、にわかに出世することさえありました。長安の城塞の龍一に縄張りを持っていた鵜匠もそんな一人でした。通り名を城塞の鵜鹿と号して、長安に轟く悪名があった鵜匠は、ある時宮中の大物の引きを受けて慶長院指揮下の門下徳の地位につきました。門下徳はどうやら慶長院の指示で長安の犯罪を取り締まる地位のようですが、任侠がそれをやるのではあべこべだと言えるでしょう。ある時門下徳鵜匠が上司の慶長院と共に宮中に登ると、貴族や官僚は慶長院はそっちのけで競って鵜匠に挨拶したと言われます。これは鵜匠のバックの黒幕の権力の強さを物語ります。映画は続かず、王潤に捕らえられ処刑される鵜匠一派。しかし変転極まりない宮廷の権力争いで鵜匠を寵愛していた黒幕は失脚。すぐに反動が起き、当時の慶長院はクビになり、鵜匠も門下徳の地位を解かれます。さらに新しく慶長院になった王潤は長安の旧一の任侠を
一斉に摘発し、鵜匠も逃れることができず逮捕され処刑されました。一時的とはいえ、このように権力と裏で結びつく人間が市場にいたということは、四郎に勤める程度の小役人では積極的にこれを取り締まるなど自分の首を絞めかねない部分があったかもしれません。その意味では市場は前科持ちの罪人が隠れるのに適した場所であり、それゆえにますます治安が悪くなるということもあったようです。曹操、袁術や袁紹、劉備も市場に足しげく出入りしていた。このように危険な市場ですが、同時に見せ物や株音曲、博打、さまざまな食べ物、珍しい遠方の品物であふれかえる魅惑の場所でもありました。曹操や袁術、袁紹は若い頃なんちゃって人侠として無頼を好み行いを収めなかったというような記述がありますが、彼らは長安の位置に出没し、任侠とも交流を持ったのはほぼ確実だと思います。また劉備が身を飾り犬や馬、音楽を楽しんだ場所は市場以外にはありえないので、結局若き日の劉備は今のヤンキーが繁華街で食べるように故郷の市場に入り浸っていたのかもしれません。そこで劉備が関羊や孫観、関羽や張飛と出会ったとしたら、なんだか桃園の誓いにも違った感じが生まれますね。三国志ライター川嘘の独り言。張飛、おし、俺の肉屋の裏庭でまた飲もうぜ。劉備、なんだよ張の字、お前仕事してんのか、だっせ、働いたら負けだぜ。張飛、あんだよ悪いか、劉の字こそ学生だろ、ちゃんと勉強してんのか。劉備、いいんだよ俺は真面目にしなくても学費も食費もおじさん持ちだから。張飛、けいい身分だよなお前は、俺なんか汗まみれで昼は働くってのによ。劉備、お前らとは生まれが違うからな。関羽、どうでもいいがひげがかゆいんだけど、行くなら早く行こうぜ。もしかしたら桃園三兄弟も市場の片隅でこんな会話をしていたのかもしれません。